吉本クリエイティブエージェンシーに所属し、バラエティの司会など様々な活躍をしている人気お笑いコンビ、ダウンタウン。そんなダウンタウンの浜田雅俊が、スマップと初対面の時に受けたある行動を対してキレたことを明かし、話題になっているという。ダウンタウンの浜田雅俊が3つ。 か木村拓哉がパーソナリティを務める「木村拓哉フロー」東京 FM に出演 SMAP との出会いやプライベートでゴルフに行ったエピソードを解雇した現在ゴルフメーカーのイメージキャラクターになってる木村そんな彼を羨ましがるように濱田は最初にお前を打ちっぱなしに連れて行ったの俺やからな と突っ込みラウンドも一緒に回ったことを明かし、あるエピソードを振り返った。一緒に回る品川庄司の庄司智春とドリアンズの包み大気には、木村が来ることは告げていなかったという浜田。木村が登場するや否や、大慌てする彼らを浜田が動画で撮り、大笑いしていたという。 肝心のゴルフは同点のスコアのまま大雨となり中止に。お互いに、どこかで決着を、と語った。話題は二人の初対面時の話へ。ダウンタウンがうっちゃんなんちゃんだと出演していた、夢で会えたら、フジテレビ系の最終回収録が最初だったと解雇。 浜田は、急に若い兄ちゃんだがバーって入ってきたと思ったら、全員で俺のことをハリセンでバンバン殴り寄るわけ。それが、お前らだ。と大声を出して突っ込み。木村は、スタッフから指示された通りにハリセンで叩いた後、すぐに退散したため、しっかりした挨拶ができなかったと振り返った。 ネットでは「お前ら」や「これら」とスマップを彷彿とさせるワードに歓喜の声がありました2人はドラマ「人生は上々だ」TBS 系で共演していることもあってトークが軽快で2人の距離感が素敵、いやこのコンビ面白いといったつぶやきもありましたねエンタメライター浜田は同番組の3月ゲストとして登場予定 果たしてどんなトークが飛び出すのか。SMAP ファンはもちろんお笑いファンにとっても必聴の会になりそうだ。